んにちは。今日もね、楽しくライブさせていただけたらと思います。米粉パン教室アトリアル講師の大西涼子です。米粉パンを教えたり、今はね、教室やりたい方向けに、教室開業講座等々をさせていただいております。はい、毎日インスタライブこうやって、お昼時に12時から1時ぐらいの間に、インスタライブをさせていただいております。はい、今日のライブテーマはですね、アナログ人間だった私が、オンラインレッスンがね、お申し込み開始1分で満席になったわけとはという話をテーマにお話しさせていただけたらと思っております。あー、ワッフルリーフさん、ありがとうございます。こんにちは、毎日ありがとうございます。こちらこそです。毎日コメントいただいてとっても嬉しくね思います。ありがとうございます。ニコさん、リョコ先生こんにちは、先ほどありがとうございます。こちらこそです。入っていただけてとっても嬉しいです。先ほどはこちらこそありがとうございましたね。ロードマップっていうのをね、みんなで3ヶ月の目標設定みたいなのを決めていったんですけどね、楽しかったですねやっぱりね、目標設定ってね、ワクワクするかなと思います。はい、今日のライブテーマのお話、ね、なんですけども、本日のライブのテーマはレッスンを満席にするには、アナログ人間だった私が申し込み、開始1分で満席になったわけとは、アナログな私にもできたのであなたにもきっとできるよっていうのをね、テーマにお話しさせていただけたらなと思っております。はい、でですね、今日のご相談内容ということで、よいしょ、はい、私ね、なんでこれね、しようかなと思ったところなんですけども、ちょっと待ってね、このページを開きたかったわけではないんです。間違ったページを開いてしまいました。よいしょ。あ、違うの、ちょっと、いいか、これでいいか、すいません。ダウンロードし忘れたものがあるんですけど、その相談者様、今日のご相談ってところでね、いつもね、募集かけても、なかなかいつもマンツーマンになってしまって満席になりませんっていうご相談でした。満席にするには、マンツーマンにならないにはどうしたらいいですかっていうご相談をいただいたので、それを深掘りしてアドバイスさせていただけたらなといったところだったりします。どうですか皆さん、オンラインレッスンやってるよとか、これからオンラインレッスンやりたいんだけど勇気が湧きませんとか、どうやって募集かけたらいいかなとか、もしあったらね、コメントしていただけたらと思いますね。レッスン開始、申し込み、ね、募集かけるときにね、最初はなんかそわそわするんじゃないかなと思うので、そんな方のお役にね、立てたらいいななんて思ってライブさせていただいております。はい、3つほどね、アドバイス、私の考えをお話しさせていただけたらなと思います。今入っていただいた方ありがとうございます。今何の話をしているかと言いますとね、毎回募集させていただいてもなかなかね、申し込みがなかったりとか、マンツーマンになってしまいます。満席にしたいです、どうしたらいいですかってご相談を受けて、そちらのね、私のアドバイスを皆さんにもシェアできたらなということでライブさせていただいてます。なずきさん、先ほどありがとうございました。こんにちは、先ほどありがとうございました。こちらこそ楽しい時間ありがとうございました。はい、で、すいませんね、話戻らせていただくとね、どうしね、私ももともとはオンラインをスタートしたのが、それこそコロナ禍入ってからです。3年はもう経ちましたかね、3年ぐらい前からね、必死で覚えました、あの頃はね。なので無料で、まず慣れるためにね、無料でモニターさんやったりとか、あと最初の頃は本当にね、募集してもマンツーマンってことが普通にあったんですよね。そこからね、募集かけたら、今10席でやってるんですけど、そのね、10席が埋まるようになったコツ等々もね、今日はお話しできたらなと思っております。皆さんありがとうございます。見ていただいて嬉しく思います。はい、まず1つ目、試作から見せる。これね、やってる方もやってない方もいらっしゃるかなって思うんですけども、前のレッスンの時からね、次回のレッスン内容を決めておく、これがベストかなと思います。こんなのしようと思ってますとかでね、期待値を上げてもらうんですね。単発レッスンとかしてた時は、私は試食も出してました。来月のメニューね、こんなのやろうと思ってるんですとかって言うとね、割ともう次の予約までしてくれて、たりしました。あと試作から、オンラインだったら試作から見せるってどういうことかっていうと、私の場合は割とこうストーリー機能とかを使って、今こんなの試作してます、どっちに興味がありますかとか、今だったらね、アンケート機能とかあったりするので、そういうのを使うのもいいと思いますし、ね、あとはね、
これとこれで悩んでるんですけど、どっちが習いたいですか？私これも結構使ったりします。うん、で、あ、自分が希望したのがね、決まったら嬉しくなりますよね。そういうのでお申し込みしたくなるとかもあるし、あと試作で、あれ、これなかなか思ったようにならないっていうのが、もうベストなのができた、世界一美味しいかもとかってね、自分の考えとかも出していくと、あ、受けたいとかって期待値が上がっていくんですよね。なので試作の段階から見せてあげる、結構大事になってくるかと思います。ななさん、ありがとうございます。ちょうど今から来月レッスンの試作ストーリーアップしようと思ってました。参考にさせていただきます。ありがとうございますね。ななさん、ほんとね、ストーリー使うの上手だから、皆さんね、よかったら見ていただけたらと思うんですがね、やっぱりこうストーリーってワクワクしますよね。まさにストーリーがあるので、うん、自分がね、こんなのやろうと思ってます、あんなのやろうと思ってます。あとシェアするの大事ですよね。今もこうやってね、どうですかね、こんなお悩みありますか、皆さんどうですかって、私が聞いてるようにね、未来の生徒さんに向かってストーリーを見せて、ストーリーを、インスタのストーリー機能を使ってストーリーを見せていく。これとっても大事になってくるんじゃないかなと思います。生徒さんにね、作ってみたいものを聞いてみるっていうのも本当におすすめだったりしております。うん。二つ目。よいしょ。はい。少人数で募集。もう最初はね、そんな、今でこそね、私も1レッスン10名で募集開催させていただいてるんですけど、最初の頃は、定員2名でもいいんじゃないかなと思ってます。ね、1人しかいないのに満席っていうのはちょっとね、書きづらいかもしれないけど、定員2名様でも満席は満席ですよね。そこからまた増枠することだって可能だったりするので、うん、最初は少人数から募集するので、全然いいんじゃないかなと思います。あとね、ほんと一番最初の頃って自分のスキル、なんだろう、作るスキルではなくって、教えるスキルもね、最初はなかったりすると思うので、最初は少ない人数から徐々に増やしていくんで、うん、少しずつ階段踏むんでいいと思います。よくね、まだ自信がないから教室開講できませんっていう方、本当に多かったりするんですけど、やってみる方が絶対自分の勉強になりますのでね。やってみる。でも最初からそんな大人数呼ぼうとせずに、少しずつ、うん、生徒さんの、もちろん生徒さんのためのレッスンだしね、お金いただくので、しっかり納得のいくもの、ね、完璧に教えれるものをレッスンしていただきたいなとは思うんですけども、うん、自分の教えるスキルっていうのはやらないとやっぱりね、上がってこないので、うん、教室やりたい方はまずはやってみるっていうのも大事だと思います。うん。満席にね、開始1分で満席になったわけということで、最初は私も少人数から募集してました。うん、1人2人3人と徐々に増えて、で回復講習数をね10名にさせていただいてるんですが、割とね、うちの講座は経験者も多く受けてくださってるので10名にしてるってところもあれば、あとは予習動画をしっかりつけているので、もう予習動画だけでも作れますみたいな方もいらっしゃるので10名にさせていただいてたりするんですよね。だから、ね、自分がどういう人が来るかなってところで、うん、初心者が多いんだったらまずはマンツーマンからでもいいと思うんですよね。ニコさん、ありがとうございます。やってみたことから得られるものは多いし大きいですよね。本当そうなんですよね。やってみないと何も得られないんですよね。あ、ヨコさん、ありがとうございます。ね、今日レッスンって言ってましたもんね、昨日ね。モニターレッスンって。どうでしたかね？さっき初めてのモニターレッスン終わりました。お友達でしたが、多少の緊張はありましたが、どうにかやりきりました。ありがとうございます。素晴らしい、お疲れ様です。そう、やってみないとね。始まらないですもんね。きっといろんな学びがね、ひろこさんあったんだと思います。お疲れ様でした。あ、つばきの家さん、ありがとうございます。私も公式 LINE すら登録していないのに、思い切ってオンラインレッスンを開催しました。やってみたらとても楽しいです。素晴らしいです、つばきさん。そう、公式 LINE なくても最初はできますよね。思い切ってオンラインレッスンも開講しました。人が来てるのも素晴らしいです。うん、嬉しいコメントありがとうございます。皆さん行動力ありますね。素晴らしいです。私が言わなくても、全然皆さん行動してました。失礼しました。はい。で、ここなんですよね。マンツーマンにするコツありますかって聞かれて、満席にするコツありますかっていうね、ご質問だったんですけど、ご相談だったんですけど、マンツーマンだっていいと私は思うんですよね。むしろ一人申し込みしていただいたんだったら、その人にね、全てを お伝えする、楽しんでいただくっていう気持ちが大事だと、うん、常々感じております。マンツーマンだっていい、募集人数3名に対して1名様のみの申し込みだったとしても本当にありがたく思っていただけたらと思います。私もありがたく感じております。マンツーマンだとね、本当リピーターさんになってる可能なってくれる確率が高いんですよね。10人、正直ね、5人以上とかだったらなかなかその人とはパンはこうやってお伝えできるけど、ね、1対1で喋る機会ってなかったりするじゃないですか。でもマンツーマンの場合って本当パン以外の話もしてできて
いっぱいなんでね、米粉、昨日の話の続きになっちゃうけどね、どうして受けてくださったんですかとかって、その方のねお話いっぱい聞けるんですよね。だから本当リピーターになってくれる可能性が高いのは少人数からだったりします。あ、ゆうゆさんこんにちは、ありがとうございます、見ててください。関係性が本当にねマンツーマンの方が深くなってくれて、最終的にずっとねリピートしてくださってるのって初期のマンツーマンの方がすごく多かったりするんですよね。なのでマンツーマンだからって言ってねへこまずに、関係性をねしっかり築いていただいて、ずっとね永遠の生徒さんになっていただけたら嬉しいですよね。最初はマンツーマンでもいいなっていう気持ちでやってみたらいいんじゃないでしょうか。別にね一人でも来たら嬉しいし、ゼロになったらそこをね閉じたらいいだけだからね、マイナスはないですよね。ハッピーオフィスの青葉さんこんにちは、コメントありがとうございます。今日ねコメントを嬉しく多くでとっても嬉しく思います。はい、どうですかね、なんかねこんなことありましたとかね、こんなこと気をつけようと思いますとかあればね、お話ししていただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、今入ってきてくださった方何の話をさせていただいてるかっていうとね、アナログ人間、私もともと本当に何もできなかったところから3年前に覚えて、もうね3年になってくるので、元アナログ人間かもしれない。今はねいろいろさせていただいてるので、元アナログ人間の私がね、どうやって満席開始1分までね、もともとマンツーマンしか教えてなかった私がお申し込み開始1分で満席にねできるようにまでなったかってところはね、よいしょ、最終的なまとめになってきますけども、よいしょ、今入ってきていただいた方申し訳ないです、もうすぐまとめです。はい、一番はね本当に試作から見せて期待値を上げる、これに尽きるかななんて思います。なんだろうな、やっぱりこうすぐに申し込みがあるのって蓋を開けるとやっぱりちゃんと告知できてたものが人気だったりするんですよね。ニコさんファーさん遅くなりました。いやいや遅くなってないです、入ってきていただいただけで嬉しいです。あ、コメントまでしていただいて、先生がアナログ人間だったとは思えないです、素晴らしい。本当ですか、隠せてますか、私がアナログ人間なこと。未だにアナログですなのでね、やっぱ同じことは何回でもできるんですけどね、やっぱりこう慣れないことは未だになれないですありがとうございます、素晴らしいと言っていただけて、でもねそんな私ができてるので、もともとパソコンを触ってなかった、3年前まではパソコンを触ってなかった私ができてるので、みんなできます、やれば絶対できますのでね。あ、河野さんやいつもありがとうございます。対面レッスンのみしかしてないのですが、オンラインレッスンを取り入れられたきっかけとかありますかという質問ありがとうございます。そうなんですよ、対面レッスンのみ、あ、すいません、コーナーさんもね対面レッスンのみしかしてないということで、オンラインレッスンを取り入れたいなと思ってるんですかね。私ももともとコロナ禍になるまでは3年前までは対面しかやってなかったし、対面しか考えてなかった、むしろこんなオンライン化の時代になるとは思ってなかったんですけども、やっぱり緊急事態宣言、東京に住んでるので5月ぐらいですかね、緊急事態宣言があって1ヶ月間米粉パン教室ができなくなって、いやはやどうしたものかと思ってオンラインを学んで、そしたらオンラインだったらね全国の人に教えれるなと思って、あ、これはいいということでオンライン化させていただいたんですよね。今私見えてますかね、一回画像が固まった気がしてましたが大丈夫かな、聞こえてるかな。でやっぱりこうオンラインの良さってね、全国の人とつながれるってところだと思うんですよね。そう、今まで対面だったら遠くからわざわざこうね電車乗ってとかバス乗ってきてくださってた方がオンライン化することによってね、受けやすくなりましたとか、あと子供が生まれた方とかね、やっぱり子連れでこれなかなか赤ちゃん連れて来れなかった人がねオンライン化したおかげで受けれるようになりましたとか言ってくださったりしたんですよね。だからオンラインね、最初入るの大変かもしれないけど、慣れると本当にオンラインおすすめですよ、ぜひやってみてください。両方使えるようになるといいかもしれない。やっぱ対面が好きな人は対面が好きだしね、オンラインが好きな人はオンライン好きだから、両方ね使えると一番それにね越したことはないかなと思います。ありがとうございます。ひろこさん、今月全部マンツーマンでモニターレッスンです。本当マンツーマンでいいと思います。モニターは特にマンツーマンがいいと思いますよ。声いっぱい聞けるじゃないですかね、だからありがたいと思った方がいいです。やったー、ラッキー、ワンツーマンいっぱい話聞けると思ってたくさんねお話聞いてあげてください。コメントありがとうございます。
はい、本日のまとめです。うん、来た施策から見せて期待値上げてください。最初はほんと少人数から募集してみてください。でね、さっきのひろこさんじゃないですけど、マンツーマンレッスンだって良いというか、マンツーマンレッスンっていいなって思ってほしいです。生徒さんとしてもね、ラッキーだと思います。先生独り占めできるんだからね。うん、そうやってね、リピーターさんをどんどん増やしていただけたらと思います。今日もコメントたくさんありがとうございます。あ、コナーさん、ありがとうございます。オンラインも両方取り入れられたらといいなと思ってます。ぜひ両方やってください。応援してます。またね、報告待ってます。ニコさんファンさん、涼子先生がオンライン化してくださったおかげで、遠く離れた涼子先生から学べて感謝です。で、福岡ですもんね。そうやって言っていただけてとっても嬉しいです。なかなか東京までレッスン受けには行けなかったと思います。ね、遠いもんね。しかも皆さん忙しいから、忙しい方にとっては本当オンライン化って嬉しいですよね。そうやって言ってくださるおかげで私もどんどんね、オンラインでね、皆さんにね、お伝えできてるので、とっても嬉しく思います。ありがとうございます。ね、そもそも、ま、ね、今でこそ米粉パンの認定講座ってね、私以外のとっても、私も認定講座、ね、させていただいて、認定講座させていただいて、ね、認定講師さんがたくさん増えてきてるし、あと、他にもね、認定講座されてる素敵な先生がたくさんいるのでね、米粉パン教室って増えたかなと思うんですが、でもね、まだまだ小麦のパン屋さんに比べたら米粉のパン屋さんって少ないし、習えるところも少ないと思うんですよね。なのでね、皆さんぜひ米粉パンをね、教えてる先生もたくさん入ってきてると思うので、ね、広めていっていただけたら私も嬉しく思います。ハッピーオープンさんありがとうございます。涼子先生のお話うなずきながら聞いてます。うなずいてくれてるんですね。嬉しく思います。ありがとうございます。米粉カフェさん、私も同じく遠いのでレッスン受けられて感謝です。嬉しい。米粉カフェさん、北海道だもんね。リゴザンパンさん、ね。福岡で、九州の方で、この、ね、本当ですよね。私、全国に生徒さんがいる。嬉しい。皆さんと繋がれて嬉しい。でも会いたいな。リアルでも皆さんに本当お会いしたいな、なんて思ってるのでね。今年はね、2月2日にもリアルイベントありますけどね。ちょっとリアルイベントたくさん増やしていきたいなと思ってるので、遠い方もね、一度くらい足運んでいただけたらとっても嬉しく思います。コメントたくさん今日もありがとうございました。もう少し切ろうとしてしまった。またちゃんと見れてますかね。はい、といった感じでね、今日もね、楽しくライブさせていただきました。で、お知らせが一つありまして、明日のインスタライブなんですが、こっちのアカウントではなく、もう一個の、米粉パン教室の方のアトリエ R4413 の方のアカウントの方で、妹米粉パン講師を担当してる、管理栄養士でコージアイココの妹エミと一緒に、ライブさせていただきます。二人でライブさせていただきます。時間の方は同じく12時半ぐらいにさせていただくんですけど、こっちのアカウントではなくて、パンの方のアカウントでさせていただくので、お時間ある方はぜひぜひ聞きに来ていただけたらと思います。今日もありがとうございました。良い一日をね、過ごしてください。またまた。失礼します。